しい。メキシコシティ着いたぜ。今から PCR 検査です。鼻くそ取ります。痛いかな。痛くないんだっけあそこ。痛い。あそこあれを忘れなく、飛行機の情報を持ってパスポートです。メキシコ着くとパクチーの匂いがしますね。俺はもう麻痺してるから分かんないけど、うん、まあでもほっとしたね。いつものわが町に来て。いやメキシコはね治安がいい、うん、そして豊かな国です。そうですね、本当にそれは感じましたね、うん、だから、うん、メキシコはね行ける。買いたい時に買いたいものが買える。買える。夜夜中でもご飯も営業してるところたくさん食べれる。食べれる。外に出れる。出れる。お釣りがある、うん、ああお釣りがある。もうそう、ここに尽きるよね。お釣りがあるじゃん。なんかもうベネズエラで買い物するときってなんかもうビビりながら買い物してる、うん、いつも小銭頭どっかに端っこに入れながら恐る恐る買わないと釣りねって言われると思う。そうそうそう、ね、さあメキシコシティの中心地レフォルマ通りに戻ってきました。目の前にそびえ立つトレデアンヘル、金のエンジェルたちがお迎えしてくれてます。あ、なんかホッとしますね。いつも見る、小池が住むこのメキシコシティの街です。戻ってきましたメキシコに。約3ヶ月ぶり戻ってきました。メキシコシティにはスキヤがあります。見てくださいこのメニュー、スキヤのメキシコバージョン。今からニコとラーメン食べ行きます。デートです。小池デート二人野郎でデート。なおかつここはあの一日小池さんお借りして何言ってんだ。あのここはちなみにあの日本でいうあの新宿二丁目ぐらいの界隈なんで、まああのそういう方たちも多くてです。手繋ぎますか。あ、まあ完全そうだと思われる。じゃあちょっと行ってみましょう。でも手繋いでも、まあ、違和感なく違和感なく、うん、見られないという、何も別に注目浴びない。こっちです。さあ着きました。ちょうどお昼で開店したばっかりかな。おいいねいいね。出てます。雷。Buenos días。Buenos días。Vengo a comer。Sí, gracias。今度はこっちの外の方がいいかな。わかんそう。見てくださいよこれ。3ヶ月夢までに見たラーメンですよ。やっと辿り着いた。じゃあバモサコメ。いや夢の雷ラーメン来ました。ああ立派ですね。話には聞いてますけどすごい素敵なお店で、そこがウェスティンホテルなんで分かりやすいという。はい来ました。僕は豚骨、ああそうそう、アホベルな、ね、ニンニクニンニクいいよ、高菜、ビバメヒコ、はい、来ましたよ。まあ、これは、まあ、これで裏切らないでしょ小池さんが。もう3ヶ月昨日までなんだカチャーパとか食べてたのに。僕ら3ヶ月間ミートソーススパゲッティでしたから、ね、いただきます。まずはここまで。ごめんなさい、箸の使い方あのうまくないんで恥ずかしいんですけど。うめえ、うまい、なぜやるそう。まず食べて、うまい。じゃあいただきます。エスターデリシオーソーです。むちゃらでしたです。マジうまい。ありがとう。やばいこれ、うまいわ。麺もまたね、細麺っす。細麺でこの、またあります。うまい。これやばいよ。いいよこの顔、笑ったけど。俺はジャパンクオリティ。俺は今あのランキングメキシコで1枚になりましたよ。1位。皆さん1位みたい、雷が。はい、完食です。雷ラーメン
メキシコペソで約230ペソなんで日本円で1300円ぐらいですね。まあ、ちょっと日本だとね割高かもしれないですけど、もうメキシコでこの味食べれたらもう見てください。一気飲みですよ。一気飲みしました。小池さん、いよいよお別れっすよ。そうだね、はい、あの激しいね、あのシーズン終わるとね別れの激動の3日間ぐらいでした ね、 そうね。昨日はね20時間かかって、今日は PCR が取れないと、バッタンバッタンだ。そしてなおかつ寝坊するって言ってた昨日ちょっと疲れましたもんね。いや、そりゃそうだよ。いや、でも最後の最後までね、あのどうやら僕たちを成長させてくれましたね。そうだね、うん、とりあえず僕の中ではあなたが出国して入国するまでは安心できないんで、お願いします。もし墜落したらボートかなんかで助けに来てくださいね。ボート持ってねえよ。多分あの辺にいるって。あの辺で分かった、はい、真ん中ぐらいで。ってことで空港に向かいたいと思います。はい、行きましょう。なんか今日は全身ディアブロス仕様なんで。そうね、ディアブロスさん、あの小池さんに仕事あげてください大丈夫、着々と準備進んでますか。進んでますね。あそこはチェックインカウンターです。エコノミーはあそこですか。ここはあのプレミアムです。寂しいですか。まあ、今ね、眠い方があれだけど、まあ寂しいだろうね。心も、もう血も涙もないですね。何言ってんの。眠い方が勝ってる、ね。まあ正直眠い方が勝ってるんだけど、あんまりほら、メソメソしてもさ、おっさんが。最後のツーショットですね。ちょっとこれビデオ。ありがとう、どうした。アップしなくていいから。何使うか分からないけど動き始めてます。チェックインカウンターは皆さん、メキシコはあの荷物3つまでしか預けられなくなりました。なんで今バットケースを1個にまとめてもらいます。これ放送で3つまでですよ。4つはもう持って帰れないですからね。気をつけてください。皆さんちょっと渡したいものを。いやー、ちょっとやめようよ、そういうちょっとおじさんの涙見たいの。いやいや、ちょっと3ヶ月ありがとうございました。いやもうちょっと、いや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 、よし。あ、いやいやいや、ちょっと心にくいことするね。売店であの欲しがってた俺知ってた。ちょうど陶器のやつさ、コーヒー毎日飲むのさ、うん、割れてさ、今なかったのよ。はい、大事に使います。ちょっとありがとう。いやいやいや、ここちょっと、ま、待ってくださいよこれ見てたんじゃ、ちゃんと俺がなんかあそこで。そう、見てた。これ見えますか。これミチョアカン州の焼き物なんですけど、僕はね、あのニコがちょっと散歩した時に見たいって言ったセレクトショップがあって、まあ、この焼き物に僕ね、聞かれたんで。値段まで聞いてた。値段まで聞いてて、まあ、なんかあったら買おうかなと思ってたら、まあ、こうやって。じゃあなんかプレゼントしたいなって思ってて、でちょうどそのなんか欲しそうなやつあったんで。これはもう本当にもう直感でボンっていく、うん、ありがとう。なんで早速、素敵なコーヒーライフを、はい、ありがとう。はい、早速入ったら使います。
肉を思い出しながら。お願いします。メヒコ英長アルテ。これお店のねカードいただいたんですよ。また来てください。はい、もう大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございます。小木さん、ありがとうございました。ありがとうございました。僕らはいつでもどこでも会えるんで、そうですね、うん、また会いましょう。そう、また会いましょう。ありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。また、また会いました。はい。